皆さんこんにちは、こんばんは。爽快キックです。今回もね、ウィニーポスト9/2020実況を始めていきたいと思います。現在1994年3月4週ですね。14億円所有しております。興味をくりまったりと始めていきましょう。本日はね、麦茶をいただいております。先ほどね、日曜競馬が終了いたしました。主にね、金庫賞をね、買ってました。まあ本命もちろんね、サートルナリアで馬連で買ってたんですけどね、3着のダイワキャグニーでしょ、4着のギベオン、この2頭に、ね、突っ込んでたんで、ちょっとね、福永くんがね、ギベオンの福永くんがね、またね、ちょっとあれ、うち抜けてこれませんかね。ちょっとね、あのフラストレーションがたまる負け方でしたね。はい、大丈夫かよっていう。コントレールもね、あの皐月賞一番人気でしょうけど、内枠なら福永ジョッキー安定なので、ね、詰まるんじゃないですかね。今からね、予言しておきますね。はい、内枠引いたら詰まるっていう。コントレール本命で行こうかなと思ってたんですけど、今日の競馬見てね、もう、まあ、ちょっと仕方ないのかな。内が開くと思ってたんですがね。まあちょっと、最後の足見たらね、ギベオンの最後の足見たら2着には来れたんじゃないですか。ね。さて行きましょう。終盤ですね。気を取り直して、一歩ですね。はい。藤山健三ね、なぜかね、戦争ね、除外されてしまいました、ね。びっくりしましたね。オーストラリア人に嫌われてるのかっていうのね、思わずちょっとタイトルにしてしまったんですけど、まあ、次ね、クイーンエリザベスステークス除外されることはまさかありませんよね。まさかないですよね。ね。まあ、状態の方はキープしてるみたいなので、まあ、いけるかなと。はい。デウスがね、マーチステークスですね。ハンデ戦なんで期待できるかなと。まあ、ゴロ毎日杯ですね。状態の方も上がってきて、まあ、ここを2着以内に入ればね、NHK マルカップも狙えるかなと。はい。で、このままの末足、やっぱり東京でね、ハマると思うんでね。はい。ね、東京の NHK マイルってさ、なんか、追い込みが決まれそうだけど、リアルではなかなか決まらなくてね。ね、追い込み馬が昔よく人気になってたんですけど、よく飛んでましたよね。まあ、初月ちゃん放牧中ですね。ちょっと一週間放牧出して、フローラでね、オークスの権利取り行かせたいなと。ライバルはまあ、鳥海キャロル、アグネスパレードあたりですかね。はい。まあ、カビルンルもね、一勝クラスですね。ヨゾタの向こうがちょっとね、あの、瞬発力 D でしょ。それで、勝負根性が E プラスということでね、まあ、ちょっと勝ち目に遅いタイプなのかなと。ね。まあ、ただ、過去で言う BB だよね。やれないことはないでしょ。まあ、実装、一勝クラスですね。はい。あと、2歳馬来たよね。はい。あ、それでね、ちょっと、緑札のね、私立馬買おうということに、なりました。コメントくださった方がいてね、緑までお小遣い稼ぎしたらどうですかっていうコメントがあったんで、ちょっと一頭ね、調べてたらね、一頭いい馬がいました。はい。ヨークですね。ごめんなさいね。お守りでソートと。まあね、緑沼ざっと見てたんですけど、この中で一番走りそうなのがね、あれいないな。どこ行った？あ、イグピ、いや、下待ってごめんなさい。イブキパーシブあたり期待できるんじゃないかなと。このまま早熟かな。早熟だったらちょっとまずいんだけどね。イブキパーシブ、桜花賞で2着したよね。ね。このまま、すごい期待されてるまでね。ちょっと、名馬列で見てみようか。ね、阪神三歳頻繁ステークスで一番人気だったんですけど、ビアハイジ、エアグルーヴに敗れてしまうと。サイさん初戦のクイーンカップを解消し、桜花賞で、ね、ファイトガルビバーの2着だったんですよね。なので、早熟か。早熟だったらコスパ悪いか。ね、能力あるんですけどね、これはね。フォーファームだ。参ったな。で、名称八重垣とかね。クリエイターの言葉だったんだね。クリエイターの子供にそんな期待してたんだね。このまま2頭急車の馬だったっけ？違ったかな？違うかもしれませんね。センターライジングあたり僕がね、あの、国会牧場で生まれて売ったんだよね。はい。エキスパートあたりもね、地方重賞で活躍しましたけど、まあ、能力的に言ったら、まあ、期待なのはね、いぶきパーシブだと思うんで、ひょっとしたら操縦かもしれないんですけど、買いましょうか。はい。ね、ちょっと高馬だね。買えるかな。
緑の守り使うと。下回る、この下全然回ってない。ごめんなさいね。はい。買います。うん。OK。まあ、繁殖頻繁としてね、期待できるんで、おそらくスピード値は、なかなか高いでしょう。ね。はい、一旦切ります。さて、行きましょう。その前に絆コバンド使っとこうかね。絆コバンドで調教師のあったでしょ、状態上げようかね。調教師との絆、まあ新たな出会いスペシャルか、やっとこうかこれね。はい、やっときましょう。はい、まあ、調教師が一番いいのかな。調教師が良さげーです、ね。はい。まあ、誰かね、名伯楽を選択したいのですが。うん。なんか知って、原さんとかすごい良くなるんだよね。このまま。この間じゃない。ごめんなさい。原さんに失礼やな。この間じゃねえよ。原さんすごい上手くなるんで、原さんと仲良くなっておきましょう。はい。ね、ウッポない無印でね、お世話になりましたよね。はい。伸びるんでしょ、この、ね、調教師、おそらく。さて行きましょう。ネクスト。まあ、リアル競馬今年はね、全く当たりませんね。今日もね、惜しかったんですけどね、あの福永ジョッキー残念だなっていう。ねえ、すごい手応えが良かっただけに、横な回った時は、もうね、脳汁、ダラダラになりましたからね。ねすごい期待してたんです。ジョッキー乗ってくんないの、デラックスゴロ。おい、見ないジョッキーに期待してるんだよ。見ないジョッキーと追い込みをかましたろうと思ってたのに。あ、でも、結構いますね。はい。まあ、白井さんで行こうか。白井さんは誰だろう、まあ、能力高いですね、このジョッキーね。まだ G1 勝ってない。まあ、行きましょうか。白井さんでいいや。ね。はい。まあ、夜空の向こうもね、斎藤ジョッキーですか。どうですかね。状態の方は丸だね。まあ、行けますね。はい。まあ、斎藤ジョッキーって誰が持ってる？うん、ちょっとわからないね。まあでも乗れるジョッキーなんでいいかなっていう。まあ、デウスが永瀬ジョッキーと。ね、このジョッキーもちょっと変えたいね。うん。あ、永瀬さんもね、結構いいね。はい。うん、行きましょう。ネクスト。ドバイね、賞金高いから攻めたいところですけどね。 G1 を取りに行くのにね。オーストラリアも賞金高いですからね。ね、オーストラリアの競馬って結構人気あるんですかね。ね、賞金が高いということはやっぱり人気があるということですよね、うん。さて、ここはね、追い込みで一発ハマるんじゃないかなっていう。まあ一番人気がナムラ国王、まあもちろん強敵ですよ。ナムラ国王僕大好きなんでね、できれば勝負馬にしたかったんだけどね。2番人気カフェメールね、サバネキゴロウと、うん、追い込みでね、一発穴開けてほしいなっていう。うん、行きましょうよ。追い込みになってるよね、これね。よし、大地行きまーすね。500万買った時はすごい、500万じゃねえよ一生クラス買った時はね、すごい手応えでね。大丈夫これ、ね、届きますかね。まあ阪神外回りだからね、外回りだからチャンスある、チャンスある。来てる来てる、させさせ、いけいけいけ。ちょっと伸びない伸びない、思ったより伸びない、思ったより伸びない。やっぱスピード足りないのか、スピード足りないのか。なんとか2着に来い、2着に来てくれ。3着だよ、惜しいですね。3着ですね。まあこの後アーリントンカップ行かせましょうかね。はい、うん、まあ仕方ねえや。3着ならね、よく走りましたね。2着なんだろう、アオスインマックスですね。まあシーツバーだよね。シーツバー2頭にやられたかという感じですね。まあそこまでスピードないのかな。やれると思ったんですけどね。まあでも重賞でもやれますよ。はい、うん、ワンチャンある。 NHK マイルカップワンチャンあるよ、うん。ね、そんな強い馬も、マイラーでそんな強い馬いないでしょ。マッケンオがひょっとしたらね、NHK マイルカップね、来るのかなと思いますけど。さて、ヨザの子、6番人気と、うん。まあ、1番人気、ブリザード。ブリザードが出てきたら勝てねえよ。うん。2番人気が、オニーブ・ニート。なんか、ニート多いな、今回な。これ、ネクストで行くわ。うん。発着、まあ、仕方ねえよな。ちょっと苦しいですね、ヨザの向こうはね。うん。さて、デウスですね、3番人気。人気あるね。人気あるね。うん、まあ、デウスもね、殺し馬なんだよね。
まあ、53キロ半で軽いですね。まあ、秀のリードとか懐かしいな。1番人気大鳥ブリザード、まあこれ角馬ですよね、はい、2番人気シルクラウンス、これも角馬かな、ね、マンジュデンカブトとか平成シルバーとか結構強いところがいるんですけど ね、そのあたりには勝てないかなって。ダイジェスト、さあ直線に入りました。チャンスある、チャンスある、楽しめ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 。こんなね不良バワーの悪いダート戦でね、馬に楽しめ楽しめっていうのはちょっと変ですよね。強いですよ平成シルバー。着にはどうやらオートリスペール見事に勝ちました。ちょっとレベル高すぎるな、ここは勝てないと思う。ここははっきりスピード F プラスだよね、レベル高いわ、うん、まあ惨敗も致し方なしですね、うん、まあちょっとこのレベルでは通用しませんね、はい、やっぱり牝馬のね限定重賞、地方の牝馬限定重賞ぐらいしか勝てない、チャンスない、うん、借金がね、かさんでいます。ちょっとお金増やしてね、早くね、あの観光施設ね、建てたいんですけどね、はい、イベントは来ないですね。まあちょっとこれね、緊張しますよね。オレンジあかんな。コアラマシン、これね、すごい決闘ですからね、はい。おぉコアラマシン、すごいな、これ。買ってよかったね、これ。スラビックと最強じゃないですか。わすごい、これも来た。何これあこれね、あの、笑われたんですよ、コメントで。モガミチャンピオンつけるので、つけたので、笑っちゃいましたみたいなコメントあったんですけど、これ来たじゃん、ほら。モガミチャンピオンでこれめちゃくちゃ強いよ、これ、多分。ねえ。あ、ダメですね。おいいじゃないですか。やっぱり、爆発力重視がね、ベストですね。これ、かなり走るんじゃないかなって。ね、そろそろね、あの、名前の方も募集しないといけないかもしれない。今のところ、あの、過去の名前でね、ちょっとつけていきたいので、もうちょっと待ってくださいね。はい。ね、これ出れますね。確定になってるね。よし、OK。あ、状態のがね、ちょっと落ちてますね。この後、だから、まあ、カード使って、まあ、香港とね、チャンピオンズマイルじゃない、2000メートルのレースだ。クイーンエリザベス2世カップと、まあ、安田記念、頑張ってほしいなって。うん。カビルンル。徳島ジョッキーじゃなくてね。うん。まあ、徳島ジョッキーでいいな。はい、行きましょう。ちょっと状態が落ちてるのがね、藤山圭さん心配ですね。ね。ちょっと予定組んでおきましょう。夜空の向こうちょっと苦しいね、これね。まあ、まあ、500万からということになりますね。まあ、仕方ねえや。まあ、任せましょう。夜空の向こうはね、しばらく。うん、初月ちゃんね、あの期待できると思うんで。五郎がね、まあ、ちょっと状態落ち気味か、これ。ね。状態の方がちょっと心配やね。アリントカップ使います。できればここで権利取って NHK マルカップで行かせたいんですけど、状態がちょっと微妙ですね。はい。未来ジョッキーに乗ってほしいな。追い込みの、ね、未来の、ね、なんだっけ。ゴーワン未来ね。未来さんの年。未来さんハマるんじゃないかなっていう。状態の方がちょっと心配ですね。ちょっと一週間だけ報告出しましょうか。はい。なんとかなるよね。間に合うよね。短期報告出します。はい。登録外れるってことないよね。うん、外れてませんね。さて行きましょうか。ネクスト。ここはね、勝ちたいですよ。ここ勝ったらあと1勝だね。王手やね。はい。うん、1番人気。2番人気ゾーマン。強そうやな、なんとなくな。3番人気。うん、ヘクターファニー。うん、渋ってくれた方がね、ありがたいんですけど、行きましょうか。大丈夫そう。ここ賞金高いからね。2億円だからね。最終コーナーをカーブして。ちょっと苦しんでねえの。あ、でも手応え抜群、手応え抜群。させる、させる。いけいけ。頑張れ、頑張れ。最後まで力を抜くな。最後まで力を抜くな。させる、させる。させる、頑張れ。ちょっと離される一方だ。離される一方だ。うん、2着だ。勝てないわ。いや、ゾーマンやっぱり強いんだ。ねえ。やられましたね。はい。まあ、状態が落ちてたっていうのもね、あるんでしょうね。苦しいな。ちょっと。あと2勝をね、なんとかして達成したいんですけど、
大丈夫ですかね。5馬身差でぶっちぎられましたね。ゾーマンとこれからもちょっと交えるかもしれないんでね。ちょっと怖い。手強い相手かもしれませんね。覚えておきましょうね、ゾーマン。なんとかして倒したいなっていう。ゾーマンって、ただ、ね、格馬か、私立馬か、全くわかりません。オーストラリアの馬はやっぱりわからないよね。はい。カビルンルンもちょっと厳しいね。はい。6番人気か。この辺りネクストでいきます。はい。あ、2着ね。結構やれるんですね。はい。カビルンルン結構やれるんだな。次見ましょうか。ごめんなさいね。はい。ちょっと早く進展させていきたいんでね。ノロノロやってたらね、ない無印のようになってしまうんで、はい。ちょっとスピード上げていきます。予算の向こうもね、まあ、ちょっと苦しいんだよね。田原ジョッキーが乗ってくれるんだ。ね。これ期待しましょうか。はい。まあ、状態が上がってきてね。これ多分、健康度がすごいいいんだね。ね。多分ね。全然ね、調子が崩れない。カード使いましょうか。ね。まあ、状態落ちるんですが、まあ、香港行かせーの、行かせますよね。香港、チャンスですからね。まあ、2000メートルの方がいいですよね。あ、ミレーツ勝ってる馬か。トロメオ・ジラルディアって何回かやったことありますよね。ちょっと強敵ですね。マイルは？あ、ルアーには勝てません。ガネーショーとかワンチャン、マホガニーとか強いな。やっぱここやな。クリーンエリザベス2世カップ。はい。これしかねえや。まあ、それでね、カードね、使っちゃいます。なんだっけ？究極仕上げね。これ使います。はい。これで上がるんでしょう、おそらく。ね。藤間健三に使いたいと思います。下回ってねえや。調子上がりましたね。よーし、OK。これでいいでしょう。OK でしょう。最高やね。まあ、それで、ちょっと痛きます。はい。今度は見ましょうかね。ヨザン向こうね、一勝クラス。一番人気だ。おお。これ勝ったらね、まあ、まあ、一応 NHK マルカップ登録しましょうかね。ね。勝てば、ね、勝てば、ひょっとしたら抽選で通るかもしれないんで。あ、シャイニンレーサーとかおるな。ね、シャイニンレーサーって言ったら、ベガのお姉さんだったら違うかな？全然違うか？ごめんなさい。ちょっと、記憶がね、あやふやですけど、2番人気、キャピタルブック。シャイニーレーサーなんでこんな人気ないんだろうね。追い込みダメだよ。ちょ先行で行かせてみる。先行の方がいいんじゃないの？ね、大地と。先行でどうですかね？ね。ちょっと特徴がない馬ですからね。追い込みはダメだと思うよ。でも、BB だから、過去で。やれるやる。いけいけ！頑張れ頑張れ頑張れ、なんとかなんとか先頭立ったら粘ってくれ粘ってくれ、ユーザーの子行け、粘ってくれ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 、楽しめ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 、粘ってくれ、後ろから来たぞ、粘ってくれ、ユーザーが。これ今日NHK マルカップね、登録しましょうよ、ね。やっぱ先行がいい感じですね。右エルモンはあんまり良くないし、先行馬だよ、この馬。もっと早く気づけばよかったね。まあ、田原さんうまいなっていう。ああ、スピードないな。悪くはないってことは、そんな悪くはないね。悪くはないってことは、そんな悪くはないね。ちょっと、日本語おかしいよね。あ、オグリローマン勝ってますね。まあ、オグリローマン、ウィポではそこそこ強いんですかね。リアルではね、オグリローマンって、オープン特別でも勝てませんでした。ね。優勝でも大敗続きでしたよね。さて、ゴロをね、これ期待します。未来さんね、まあ、状態はまあ、いまいちですけど、カードも使えないよね。ね、使いたいところだけど。もう一枚使える？あ、使えないんだ。まだ使えないんだ。さて、夜空の向こうね、まあ、状態、あ、E だね。まあ、パワー C か。E なら結構やれるんだ。結構やれないことはない。NHK マラカップね、登録だけします。はい。除外されるかもしれませんけど。あ、ヒシアマゾンか。そうだ。よく考えてみたら、ヒシアマゾンや。ヒシアマゾンが、そうだ。こっち来るわな。ね、ニュージーランドトロフィー、ね、勝ってましたもんね。
あ、ニュージーランドトロフィーは別なんだ。ね、ごめんなさい。NHK ワールドカップは当時なかったですからね。うん。アマゾンには勝てねえわ。仕方ねえや。やめよ。ダメだ、ちょっと。ちょっとね、重賞勝ちに行こう。今日、持たないんだよね、これね、確かに。距離適正が2100だからね。プリンシパル、ね、挑戦させましょうかね。ビッグオペガサス。まあ、厳しいと思いますけど。まあ、それで、まあ、ラジニケが狙いですね。残念ダービーのラジニケが狙いですね。はい。そう、ゼウスも組まないとね。ゼウス、長距離いけるんでね。牝馬限定戦でなんかないかなっていう。お金稼ぎましょうよ。うん。小銭をね。マリンカップとかあったんだ。マリンカップの方が良かったね。ないね。ないね。これも登録しとこう。うん。これ狙いだな。うん。外れちゃったね、ちょっと。これいけた、これちょっとレベルきついな。まあ一応登録だけします。はい。それでね、ゴロちゃん今週来たよね。はい。初月ちゃんも OK と。うん、行きましょう。ネクト。さて、アリトカップ3番人気、1番人気藤野負けをね、強敵ですね。まあ3着以内に入ればね、なんとか権利は取れるんで、2番人気ボディーカードと、まあシーツバーやね、アレグロとかね、マチカネアレグロとか、ながらフラッシュもね、ながらフラッシュも早熟バーだからね、うん、オンワードノーブル。オンワードノーブル、この後出てきたんや。オンワードノーブルだったっけ？オークス向きって言われて、なんか。よし、行きましょう。大丈夫ですよ。未来のね、追い込みがハマれるんじゃないですかね。4コーナーをカーブして、いい感じですよ、これ。ハマったんじゃないですか、これ。来るんじゃないですか。マッケオが外から。マッケオ外から。外からかな。マッケオの後ろから。差し切れ、差し切れ、差し切れ。来た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 。させるさせる。最後させるさせる。いけいけ。待ちかねも来ている。させさせ。させる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 。刺したか、どっちかな。負けてるかもしれない。最後、手応えこちらがはるかに良かったけどね。どうですかね、首の上げ下げというか、これは際どい勝負。どっちちょっと見ようか、これ VTR。 もう一度 VTR で確認してみましょう。これ、あ、刺してんじゃない、これ勝ったよ、これ。うーわ、どっちかわかんねえ。うーわ、惜しいな、悔しい。鼻差残られましたね。うーわ、まあ、マッケオと好勝負できるんでね、 NHK マルカップ行かったら重賞勝てますね、これもね。マッケオさ、マイルチャンピオンシップでも3着した馬ですからね。ね、1着ノースフライト、2着桜爆心王、3着ね、藤野負けようで。あの時ね、まあこの話何遍もしてるんでね、4人でね、マイルチャンピオンシップ京都競馬場見に行ってね、4人とも当たったっていうのは、そのノースフライトと桜爆心王、まあ確かに2倍ぐらいだと思うんだけどね、生まれ全員当たったんだよ。それ1回きりやねん、4人で行ってね、全員当たったっていうのは。今でもね、仲が続いてるんですけど、もう4人行ってね、全員当たったっていうのはその時1回きりだね。うん、生まれ2倍ぐらいだと思う。だから藤野マッケンが突っ込んできた時はもう本当焦ったね。うん、まあ初月ちゃんがね、期待できるんじゃないかな。岡部ジョッキーですね。これ主戦誰にしてた、はずきちゃん。岡部ジョッキー乗ってくれて、久々に乗ってくれるね。ね、新馬戦以来と。うん、竹さんが乗ってね、勝ってるんだ。これ権利取れるんじゃないかな。オークスが一番期待できるかもしれませんね。はい。うん、行こう。おお。すごいな、これ。無印からあったけどな。これすごいかっこやな。ね。今のアイドルってでもこんな格好させられるもんね。ね。ハッピーイースターってなんだろうね。うん。さて行きましょうか。これもね、気合入る一戦ですね。ネクスト。
さて、ここは勝ちたいですね。ライバルがやっぱり強力だと思うんでね。トロメオ・ジラルディアって前負けた馬かな。そうか、藤山健三が負けたわけではなくて、エルカ・サリバちゃんが負けた相手ですかね。ひょっとしたら、わからないけど、覚えてないけど。うん、行きましょう。大丈夫そう。まあ、香港得意だからね。香港の G1 まだ勝ってないんだっけ。どうでしたっけ。最終コーナーをカーブして、あ、ちょっと、ってことはあまりないな。きついよ、これ。前残ってる、トロメオ・ジラルディア。させ、させ、させ、外から、外から、外から行け。ちょっと前が粘っている。また2着なのか、また2着なのか。また2着も怪しい。うん、苦しい。うん、ここに来てちょっとね、状態上がってるんですけど、勝てませんね。いや、G1 発祥厳しいのかな。ちょっと怪しくなってきましたね。ね。余裕で達成するんじゃないかなと思いきや、4着完敗ですね。はい。甘くないなっていう。甘くないな、本当に。もうちょっと簡単に勝てるのかなと思ったら、勝てない。うん。まあ、夏場、ね、2000メートルの G1、マイルはちょっと難しいと思うんですよね。マイルで、なんか、レベルの低いマイルの G1 ありますかね。まあ、欧州のね、ババの方が向いてると思うんでね。さて、初月ちゃん2番人気はね、1番人気アグネスパレード、アグネスパレード出てきたんだね。まあ、強敵ですね。ゴールデンジャックあたりは来てないやね。はい、ゴールデンジャック確かね、桜花賞出てね、4歳品徳出てオークスだよね。オークスで2着したんだよね。違ったっけ、違うかな。さて、これはね、十分チャンスあると思いますよ。まあ、岡部ジョッキーもね、気合入ってるんじゃないですかね。先行ですね。大丈夫でしょう。まあ、今ね、オークストライル2着まで入らないとオークス出れないから。来た来た、これってことある。させ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 、いけるいけるってことある、ってことある。前に壁はない、前に壁はない。いけいけいけ、岡部追え、岡部追え。させさせさせ、いけるいける、根性発揮しろ、根性発揮。初月ちゃん、初月ちゃん、初月ちゃん、だ2着に来い、2着に来い。3着じゃダメなんだよ。うわ、参った、3着だ。いや、手応えあるんでね、2着には来たと思ったんですけど、これオークス出れるかな、出れないかもしれませんね。はい、登録だけします。はい、参ったな。ここは来ると思ったんですけど、ああ、柴田義富ジョッキーだ。ああ、坂がダメなんだね。坂がダメなんや。坂が大丈夫であれば、簡単に差し切ってた手応えだもんね。まいった。坂がダメなんだ。パワー鍛えておけばよかったね。ね、今からやるか。まいった。この春はちょっと調子悪いですね。はい。デウス。まあ、太志のおやすさんでお願いします。ちょっと、ライバル厳しいよね、これはね。はい。まあ、藤山健三はね、安田記念ということになりますね。状態はまあ、いきますよね。はい。ちょっと報告出した方がいいな。報告出そう。ちょっと2週間の方がいいね。はい。まあ、このカードの効果っていうのはどうなるのか分かんないけど、まあ、出した方がいいわ。まあ、ゴローもね、菱山の相手には厳しいだろうし、初月ちゃんは一応ね、オークス登録しておきます。まあ、出れるか分かりませんけどね。はい。まあ、東京は合わないような感じですね。イシスがおるね。ね。イシス。オークスチャンスありだと思ったんだけどな。まあ、それで調教方針変えられる？よし。え？変えられんの？ちょっと待って。仲良くなってないから変えられないんだ。パワー鍛えてくださいよ。パワー G プラス。そりゃダメだわ。坂あるコースは。まあ、いったな、期待してたのに。うわ、パワー D や。S、A、B、C か。パワー C だね、過去で言う。いや、これ残念ですね。まあ、行くしかねえや。タヌスケですね。タヌスケやりましょうか。はい。エルカーサには何がいい？あ、オペラハウスいいですね。まあ、でも爆発力重視ですからね。はい。スダビック。スダビックっていうのが意外といいんだよね。ラッシアンボンド。ポリッシュネイビーって、ね、
出してたまでね、なんだっけ覚えてないけど、これポリシュネイビーしようか。はい、うん、まあスピードのね、そう、因子がつかないとダメなんでね、因子がつく馬を選択します。うん、ないね。あった、ヘクタープルツがいいね、これつけよう。うん、まあ、今回ね、あのブックフルの馬もつけれるっていう話を聞いたんですよね。なんかバグですかね。うん、それはまあ僕にとっては嬉しいけどさ、うん、なんか攻略がいがないというかね。まあ、その方がさ、だから結構種付けさできないケースがあるからね。セリーチで買えなくてさ、種付けできなくてね、シーツ馬消えてしまう、消滅してしまうっていうケースがあるんでね、まあ、いいのかなっていう。スキャンとか、まあモガンボ行こうか。これまあ因子がないんだよな。お、来たね、桜井ところ。これつけれるんだ、つけようかね。ああ、2200万円で種付けできる。なんだそれ、お金払うんだ。お金あんま持ってないからな俺な。ねえ、あ、大宅ヘリオスいいね。これ大宅ヘリオスでもさ、まあ、因子つかないもんな。スキャン最高やな。距離、なんか距離激変だったっけ、なんかね、金満のテクニックね。僕はだから金満ってさ、結構条件戦にも触れるんですけど、あまりね、条件戦とかまでやらないからさ、スキャンとか言われてもピンとこないんだよね。結構スキャンとかなんか地味な系統のさ、攻略とか攻略情報とかやってるんだけど、わかんないよ、そんなマニアックなさ。超マニアックだからね。うん、このままいまいちやな。うん、あ、でもキンググローリアスつけますね。はい、あ、ダメだね。あ、オリキャップだ、オリキャップつけようか。うん、うん、お金がねどんどんなくなってきます。そう、渋川慶応施設作らないとダメなのかなね。そうだよね、渋川慶応施設作らないと藤山健山ちょっと渋川にできないよね。小荒ましいのは決まってますね、もうすでにね。はい、スラビックですね。はい、これ最高だよ。あ、これ因子ないんだ、因子とかあんまり関係ないのね。因子よりも因子ついてたと思ったんだけど、ついてないんだね。因子にこだわらなくていいんだね。何これ真っ赤じゃん。あ、オペラハウスいいね。ねえ、まあそんな因子にこだわる必要もないのかな、条件が良ければ。まあでもダンシングブレイブつけたい ね、これつけよう。うん、うん、あ、東海帝王ね。はい、まあそれならば、まあ、これ本株持ってるから無料だよね。ねえ、まあでもダメだこれ、評価が。ダンシングブレイブね、いいね。うん、スキャンリズム、まあ、ちょっと東海帝王もったいないからつけてみようかね。はい、うん、東海帝王つけまーす。うん、白体制とかいいよね。ねえ、ロドリゴデトロドリゴデトリアーノだよねこれね。これどこできるかちょっと分かりにくいんだけど、ロドリゴ・デ・トリアーノでしょ。はい、デ・トリアーノじゃないよね。これいいよ、でもロドリゴどうですかね。まあでもスピード因子ついてた方がいいかな。トニービーいけるね、トニービーつけよう。うん、高いな、お金あるのかな、ちょっと心配になってきますね。ね、12億円、まあいけるか。はい、うん、まあ、ちょっと渋川慶応施設いくらぐらいするんですかね、作れます。あ、3億円使おうか。はいはい、あ、9億円になってしまいました。10億円切ってしまいましたね。大丈夫でしょうか、果たして藤山健三にちょっとお金をね稼いでくれないと困りますよね。え、大丈夫ですかね健三くん。ねえ、いきましょう。うん、ネクスト。ちょっとね、ぐだついてしまいました。はい、ごめんなさいね。はい。まあ、後々ね、種付けシーンっていうのはね、省いてカットしていきますんで、はい。
まあ、ここね正直あのメンバー見たらかなりレベル高かったんで難しいと思いますね。はい、うん、これね一番人気オーディーン、懐かしいな。オーディーン、なんかあれ阪神競馬場かな、なんか僕が見に行った時走ってたね。これ人気なかったんだけど、なんか来たんじゃなかったかな。うん、うん、まあちょっとネクトできます。はい、うん、まあ厳しいです。はい、うん、ちょっとねあの今回いまいち勝てませんね。ね、残念だなっていう。オークスあたりね出れたらいいんだけどね。 NHK マイルカップ出れますよね。 NHK マイルカップから先ですね。ね、ゴロちゃんの、うん、まあシアマゾンには勝てないかなという感じがしますけど、ジョッキー乗ってくんねえのかよ。ちょっとミナイさん準備してなかったかな。うん、まあ状態いいですね。うん、追い込みいいのいない。追い込みかましたれっていう。ジョッキーしかない。ちょっとジョッキーがね、準備してなかったな。これミスですね。はい、やってしまった。まあ、カビルンルンもね、まあ一生クラスならね、やれると思うんですよね。ジョッキー、それで乗っけようか。ね、はい、ジョッキー乗っけよう。うん、夜空向こうね、タバラジョッキー乗ってくれるんですね。はい、うん、まあ行こうか。はい、まあデウスはね、まあ、距離長い方がいいと思うんだよね。この馬ね、名古屋大商店とか最高だと思うんだけど、うん、まあ、あのヒーパーのレースあったよね。これは絶対出したいですね。はい、スパーキングレディーカップね。はい、これでね、まあね、期間が空くのでもう1レースぐらい出せるよね。まあ、ダート 2100m あるか、これ合うんじゃない。これね、スレイプニルステークス、初めて知った。このスレイプニルステークスって初めて聞いたな。ね、昔ブラウザでスレイプニルってありましたよね。僕結構使ってたんだけどね、うん、今は全然聞かないな。ジョッキーは太しのおやさんでいっかね。うん、あと、はずずきちゃん、ちょっと予定ね、岡部ジョッキー乗ってくれるかな、ちょっと不安ですね。うん、まあ行きましょうか。うん、プリンシパルステークス、2番人気だね。結構人気あるね。ね、1番人気、桜スーパー王。桜スーパー王ね、あの、皐月賞で成田ブライアンの2着した馬ですよね。親父が何だっけ、親父は桜中央農家。ね、違うかな。サバニキ東証パラダイス、まあ桜スーパーはちょっと強敵ですね。はい、まあ、先行で行かせます。絶対先行がいいよ。メルシーステージとかおるよ。メルシーステージは僕は好きでしたね。ね、逃げ馬でしたけどね。粘ってくれ粘ってくれ粘ってくれ、なんとかチャンスあるチャンスあるチャンスある、粘ってくれ。東京の直線長いよ、東京の直線長い、粘ってくれ、なんとかなんとかなんとか、夜空の向こう、いけ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 、粘ってくれ粘ってくれ、勝てる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 、おう、リステッド教授勝てる、粘ってくれ。最後刺されたよ、悔しいな。天馬軍団恐るべし。2着は微妙です。天馬ロンバルド、見事天馬ロンバルド、本番に向けてスーパーは来なかったのかね。え、うん、あ、スーパーは2着だったんですね。好勝負 でしたね。はい、いいレースだったなっていう。まあでもこれだったらね、正直ラジニッキあたりだったらやれますね、うん、やれると思うわね。さてカビルンルンもね、まあちょっとどうなんですかね。うん、まあこれネクストでいきますね、ごめんなさいね。はい、うん、2着頑張るけどね、どうなのかな、カビルンルンの実力は。さてゴローですね、 NHK マルカップ、うん、9番人気人気ないね。まあ、ひしまいぞんが3番人気なんですね。まあ、オグリローマン、ね、お菓子を買ってたんですけど、ね。うん、オグリローマン、チューリップ賞からお菓子をね、買ってますけど、そんなエリート街道という感じはしませんでしたけどね。まあ、剣王が、ね、アーリットカップ買って、アマゾンが、ね、ニュージーランドトロフィー、ファルコンステークス負けてるんだね。ね、普通でチャンスあるのかな、追い込みで勝ちます。ジョッキーが見ないジョッキーだったらね。はい。第一行きましょう。うん。
ワンチャンありますよ、ワンチャン。ワンチャン。4コーナーしまうとこ詰まったから。さあこれからもうちょっと、遅い。もう仕掛けろよ、お前。遅いって追うの。あ、下ほど抜けたわ、これ。遅いよ、追うのが。もうちょっと早く仕掛けないと。この G1 の後でやっぱりみんな伸びますからね。みんな最後伸びるから。あんな後ろからいったらダメですよね。うん、シマゾンだ。ね、オグリローマン結構強いね。ね、うん、まあ仕方ありません。はい、まあ、サマーマイルシリーズあたり出せるのかな、ね、出しましょうかね。ハンデがね、あまり重くなりすぎたらまずいけど、6着まで来てるんですよ、でも。うん、走る馬ですよ、これ馬。うん、まだスピード判明しないのかな。ちょっと見ないジョッキーにね、ちょっと視線を固めましょうね。うん、まあ、夏場はちょっと中京記念あたりハンデ軽かったらいけるんじゃないね。まあ、いずれ重賞勝てるような気がします。はい、武器があるからね、瞬発力という。うん、うん、まあジョッキーね、帰ります。あ、見ないさんです、絶対見ないさんです。はい、うん、それでまあ放牧出した方がいいのかな。調子上向いとるな。あ、でもやっぱり放牧やな。はい、夏場期待しましょう。うん、よそらの向こうもね、これラジニキあたり狙わしたいなっていう状態、どうですか。あ、上り調子やね。はい、これハンデ軽い方がいいからさね。まあ、ダービー距離ね無理ですし、まあ、オープン特別リステッド競争ということになるんですけど、うん、ダート行けたっけ。あ、そうだ、まあラジニ系ですね。はい、うん、登録します。7週間後なんですよね。ゴロダートダメだね。うん、初杉ちゃんダート行けるけど、パワー G プラスだったら厳しいねこれね。うん、オクス登録しておきます。カビルンルンどうなのかな。まあ、行きましょう。あ、ちょっと一旦切らないとまずいですね。ちょっとやりすぎだ。はい、あ、初月ちゃんのオークス出れますね。楽しみ。うん、オークス出れます。うん、まあ、ただパワー D がね、ちょっと不安ですよね。まあ、状態抜群ですね。うん、うん、ライバルがね、そんな強い馬いないですよ。超快キャロルがね、オリーブトライアル、角馬ですよ。はい、一室もちょっと怖いですね。はい、アグネスパレード、うん、超快キャロルね。はい、ひょっとしたらひょっとするかもしれませんよ。うん、ちょっと一旦来ますね。はい、うん、一旦切りまーす。はい、行きましょう。オークスですね。まさかまさかの一発がないかな。安城が岡部ジョッキーだからね。ね。そこそこ馬券は売れるんですかね。パワーがもう一枚あればね。パワーがあれば、すごいチャンスあると思うんだけどね。まあ、好勝負をね、期待します。まあ、両馬場ですね。3番人気だ。結構人気あるね。1番人気オリーブトライアル、2番人気メジロアプロ、まあ、角馬だよね。この年のオークスはどうなるんでしょうか。ゴールデンジャックあたりがね、13番人気と、はい、直角キャロル5番人気、うん、まあ、これ大好きます。なんとか頑張ってほしい。岡部ジョッキーの一発、サバ2期だから一発っていうことでもないよね。ちょっとこうじゃないですか。ちょっとこう、もうちょっとね、先行して欲しかったような気がするんですけど。来てる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 、いけいけいけ、させさせ、いけるいける、させさせ、長距離は劣るもの、長距離は劣るもの、坂が伸びない、坂が伸びない、坂が伸びない、いけいけ、頑張れ頑張れ、もうちょっと前だけ競馬したかった、もうちょっと我慢、前で苦しい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 、不安直下、やっぱり超快キャラルか。うん、もうちょっとね、前でね、競馬してほしかったですね。そしたらチャンスあったかもしれないですよね。うん、いや、まだね、国内 G1 取ってないんですよ。実は。って。うん、まあでも、秋華賞期待できる。秋華賞はでも、菱山ゾーンが出てくるのか。ね。はい。
これまあ力あるよな、やっぱりな。ねえ、パワー、あれだけしかないのに、ここまで来るとはね、ねえ。ちょっと関東オークス出れたら出したいなっていう、ダートもね、いけるんで、はい。うん。まあ、ダートが果たして向くのかどうか、わからないけどね、パワーないから。うん。まあ、ダートもいけるということなんでね、うん。ちょっと今から登録できるかな、どうですか。関東オークス、6月2週なんだ。ちょっと登録しますね。状態落ちてるけど。カードは使えないよね。ね、あと1回使えるんだ。なんかある状態上げるの。カルメ調教で使おうよ。ね。あ、ありますね。初月ちゃん、西原調教師で会ってるから。どうかな。カルメ調教。おお。やめれるんやね、これ。やめれるのは良くなったな。ね。前やめれなかったからね。ありますかね。うん。貝塚さんのとこじゃない。ひょっとしたら。貝塚さんのとこでしょ。ね。これありますよね。カルメ調教。オッケー。やりましょう。これで関東クスね、期待できるんじゃないですかね。あれ、調子上がらないの？なんで？なんで？これから上がる？どない？どうですか？これ。まあ、よくわからない。よくわかんない。うん。まあ、ちょっとなんか、ミスってるような気するな。うん。そうか、上向き、下向きは変わらないのか。そういうこと？あ、成田ブライアン勝ってますね。はい。うん、まあ、全部は受胎かな。あ、いい感じですね。はい。うん。ライデンリーダーは早熟なんだ。やっぱりな。早熟だったら、まあ、そんな無双はできないですよね。なんとか G1 取りたいけどね。うん。距離が2000メートル果たして持つのかどうかね。うん。早熟か、まあ、そうだろうなと思ってたんだけど。うん。さて、藤山健さん。状態がね、いまいちですね。うん。まあ、これもカルメ調教使えるのかな？ 6 月だから使っちゃおうか。ね、使いましょう。はい。安田記念。まあ、人気はあるでしょうね。ライバルか、だから桜千歳王あたり。藤山健さんと桜千歳王って言ったら中山記念でガチンコにやり合った相手だからね。ね。あ、でも、千歳王出てこないのかな？まあ、そこまで強い馬いないね。今の感じで見たらね。うん。千歳王は次の年？次の年かな。あ、そうか、ノースフライトか。ノースフライトの年やね、1994年って言ったら。2着に穴間が来たんだよね、あれ、なんだっけな。うん。この年の安田記念、僕、馬券買っててね、もう1着3着だったね。香港の馬が3着に来たんだよね。ねえ、あれがだから、悔しかったなって。結構ついてたからね、香港の馬との組み合わせもね。うん。2着にだから穴間が作ってきたんだよ。うん、万馬券でしたよね。うん、やっぱ下がっとるな。ちょっともうちょっと、次の週にやっといた方がよかったかな。ね、間違えましたね、ちょっとね。うん、すぐやるべきじゃなかった。それ、藤山健山の状態が、うん、軽め調教やね。まあ、この人は西原さんだよね。うん。まあ、使っときましょう。西原さんの、ね。まあ、軽め調教ですよね。はい。うん。もちろん、藤山健さんです。うん。オッケー。これで状態良くなったんじゃないですかね。オッケーオッケー。うん。いけるでしょう。さて、気合入る一戦ですね。ネクソ。まあ、長い直線はあまり向いてないんですかね。藤山健さんはね。短い直線の方が向いてる感じがしますね。うん。さて、デウスね。一番人気だ。ここはチャンスあるんじゃないですかね。ね。距離はやっぱり長距離の方がいいような感じがするんで。うん。まあ大事にしましょう。意外と走るんだよね、デウスが。4コーナーをカーブして、うん、嬉しいか。これはちょっと溜めすぎじゃないですか。リードは1馬身から2馬身。嬉しいですね。やっぱりリステッド競争は厳しいかな。さてさて、いけいけ。頭の高いフォームで、頭の高いフォームで、直前長い、直前長い。ダメか。無理か。無理か。無理だな。
いけるいける、させさせさせ、いけないかダメだな、うん、1、2着争いは接戦になりました。ちょっと後ろから行きすぎですね、大組でもないのにね、うん、これは際どい勝負、ゴールの瞬間もう、うん、さて藤山健さんですね、安田記念、うん、ここは何番人気かな、もう、うん、だいたい一番人気だよね、藤山健さんって言ったら一番人気だよね。まあライバルがやっぱりね、出てきてないね、ね、ノースフライト2着に入ったままも出てきてない。ここはツインターボがひょっとしたら大逃げするのかな、大逃げしたら困るよなね、ツインターボがちょっと怖いですね、なんか無茶な大逃げして、大逃げしたら追い込みの方が有利なんですかね。ナイスネイチャー、サイエダディやっても強いよね、3番人気ね、うん、まあ、東洋リファール、ペガサス、ザイテン、ドルフィンストレットが3着じゃありませんでした、ね、ドルフィンストレット買ってたんですよ僕は、うん、まあ、大好きまーす。まあ、ここねチャンス終わりだと思うんで、国内自慢ね、いただきたい。手応えある、手応えある、いけるいける、状態いいから、状態いいから、いけるいける、さささささ、いけ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 、粘ってくれ、先頭だった、先頭だった、粘ってくれ、なんとかなんとか、東京の直前長いぞ、頑張れ頑張れ、健山、藤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 山、粘ってくれ、藤山粘ってくれ、内からちょっと来た来た、粘ってくれ、粘ってくれ、刺されたよ、サイダリア、うわ2着ばっかり、負けてるでしょこれ、負けたと思うわ。俺は際どい勝負、うん、ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう、うん、ね、はい、なんか月がないですね、1分30秒なんだ、めちゃくちゃ時計は早いね、うん、はあ、いや悔しいですねこれはね。まあついてないっていうかね、うん、はあ、いやこれは悔しいですわ今のは、うん、まあ、高塚はね早引き手が来ると思うんで、まあ、ちょっと放牧出して夏場欧州でちょっと軽いレース、レベルの低いレースないかなっていう、ちょっと待ってください出しません、はい、うん、OK、 まあ、関東クスですね、状態どうなんですか、うん、ちょっと落ちてますよね、この後ねここで勝負になればもちろんジャパートダートダービーもね出したいですからね、うん、まあ期待します。まあ、一応組んどきましょうかね、ジャパンダートダービーもね、うん、まあ、オークスであれだけやれたのであれば関東オークスいけるんじゃないかな、まあ人気は間違いないですよ ね、まあ、もちろん大井は直線平坦でしょ、大井じゃないんだ、川崎だね、まあ、一応組んどきますよね、うん、うん、まあ7月の2週ですね、はい、うん、今回関東オークスまでやりましょうか、はい、うん、ちょっと力の入るレースが多かったんですけど全然勝てなかったね、ね、剣山はちょっと疲労溜まってるんで報告出します、はい、夏はちょっと期待しましょう、うん、うん、参りましたね、なかなかうまいこといかないですね、はい、行きましょう、うん、ネクソ、うん、ここもね期待してますよ、はい、なんとか スカッとね重賞勝ちたいですね、はい、あ、川崎記念ね、川崎初めてですね、僕はだから川崎育ちですからね川崎競馬場には行ったことないですね、川崎球場は行ったことあるんだけどね1番人気ですよね、2番人気 KF ネプチューン、あ結構強いですよ KF ネプチューンね、強敵ですね、3番人気がハーモニー4、うん、KF ネプチューンがね結構ラバーになってくるんじゃないかなと、うん、まあ、大事きます。さあ直線に入りました、ここの直線は短い、ちょっと苦しい、苦しいわやっぱり、ダメだこれ伸びないわ、しかし後続の手応えもいい、ね、いけいけさせ、いけるいけるさせさせ、伸びろ伸びろ伸びろ、ちょっと2着に入ってくれないと困る、3着やっぱりパワーがないからね、渋ってくれないと厳しいですからね、クラッシュシャトルか、クラッシュシャトルも聞いたことあるよね、うん、ケーフネプチューンが勝ったんでしょね、2着クラッシュシャトルだ、いや勝てなかった、今回こんなんばっかりでしたね、ね、渋らないとダメだわダートはね、はい、
いや、参りました。はい。参りました。次回ちょっとね、期待します。次回もうちょっとスピードアップしてね。はい。うん。あ、五郎はね、どっから行きましょうかね。あ、まだですね。まだ出さない方がいいわ、これね。はい。というわけでね、今回これで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。